金水引は、バラカ金水引属の多年草。道端や山野で見られ、夏から秋に小さくて、黄色い花が、草上に集まって咲く。果実には、トゲがあって、動物などにくっついて散布される。和名の金水引の由来は、金水院の意で、細長い黄色の下水を、金色の水引に例えたものである。なお水引は、 そのカ水を水引きに例えたものであり、バラ科の金水引きとは異なる仲間の植物である。地方により、ヌストグサ、サシグサとも呼ばれる。中国植物名は、キヨンビリュウガグサという。中国植物名のリュウガグサの語源は、ンのギザギザした切れ込みから、龍の牙を連想したものと考えられている。花言葉は、しがみつくである。日本では、北海道、 本州、四国、九州に分布し、低山、山地の道端や原の草地に普通に見られる。国外では、南千島、サハリン、ウスリー、朝鮮半島、中国大陸、インドシナ半島に分布する。種子はよく発芽し、丈夫で、容易に栽培もできる。基本種のシベリア菌水引きは、ヨーロッパ東部からシベリア、中国大陸に分布する。 日本の本州の産地草原には小型の姫金水引きがある。秋に野原や草地などを歩くと衣服にパラシュート型の果実がつくのでよく知られた他人草。地下の根底は飛行する。全体に荒毛が密生しており、茎は直立して草丈は30から150センチメートルになる。よく分子し、葉は等間隔に互生する。葉は奇数羽上複葉で、 3.57.9個の大小不揃いの小葉からなる。小葉は、肘状長楕円型から肘状東乱型で、長さ3から6センチメートル、幅2センチメートルほどになり、先端が尖り、葉の円には荒いシガ状の巨子がある。葉の裏面には白色、または、帯黄色の先天が多数ある。傭兵の基部にある、卓葉は、豪着した葉のようなヒレがあり、 普通反乱形で内側に曲がり、円に荒く尖った虚子がある。花期は夏から秋頃、分子した茎先に創状果樹を作り、黄色く小さな五弁花が水上に列を作って、やや密につける。花柄が短いので、水上に見える。一個のツトと二個の商法がある。歌唱刀は、刀円水型で、学編は5個。花の小道は6から11ミリメートル。 花弁は黄色で5個あり、東乱型から強東乱型で、長さ3から6ミリメートル、幅1.5から2ミリメートルになる。融水は12本あり、花弁より短い。果実の花称糖は、長さ5から6ミリメートル、計4から5ミリメートルで、細長い果樹に果実が多数つく。果実は、痩せかで、俵型、計3ミリメートルほどの大きさがあり、 ええありせの学頭に包まれたまま成熟する。学頭の上縁に複学片が変化したものと言われる、長さ 3mm の鍵状の差しがあり、衣服や動物の毛に付着して運ばれ、種子が散布される。記の地上部の形容には、精油とタンニンを含んでおり、そのうちの主成分となるタンニンは、細胞組織を引き締める修練作用がある。また、水でに出した水性エキスには、 胆能の働きを助ける、リタン作用があると言われている。根には、タンニンのほかフェノール性排等体、アグリモノリド、フィトステロール、バニル酸、タキシフォリンなどが含まれるが、根の部分はあまり利用されていない。8から9月頃に、花が咲き始めた時に地上部の栄養を刈り取って、1から2日ほど天日干しした後、粗く刻んで陰干ししたものが、木薬となり、粒気伐草。 または、尖閣草と呼んでいる。出血、下痢止め、喉の痛み、口内炎、腫れ、汗も、ただれ、かぶれ、失神、倦怠疲労に効果があるとされ、流気バスをついた治療 15g を約 600cc の水で半量になるまで煎じた汁が利用される。鼻血や血便、下痢などには煎じ汁を1日3回に分けて服用し、扁桃炎、喉の痛みや、口内炎には、 うがいに使われる方法が知られている。また、皮膚の湿疹、かぶれには、冷ました煎じ汁で、冷湿布することにより、タンニンの消炎作用を活用する方法が知られる。また、春先は、山菜として食用にされており、4から5月頃に摘み取った若かや若葉を軽く茹でて、水にさらし、おひたしや汁の実、和え物などに、調理されている。ありがとうございます。